こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。なかきれチャンネルへようこそ。なかきれは中からきれいになる情報を衣食住を中心に発信していくチャンネルです。今日のお題は紙系の断捨離についてです。本とか書類とかの断捨離についてお話ししたいと思います。風水的には紙と布には邪気がたまりやすいと言われています。布だったら洋服で、紙だったら書類や本などということになります。邪気がたまっているってなったらちょっと嫌ですよね。なので今日は紙系の断捨離についてお話ししたいと思います。今日お話しするポイント5つあります。1つ目、本、雑誌など。2つ目、書類系。3つ目、セミナーや講座などの資料。4つ目、写真や手紙。5つ目、名刺やショップカード。以上5点についてお話ししたいと思います。まず1つ目、本、雑誌など。電子化が進んでだいぶ減ってきてるとは思うんですよね。紙の本を買うっていう機会が前よりは激減しているような気がしています。新聞なども全部デジタル化されているので、紙の新聞ではなくてスマホやパソコンで見られる新聞になっていたりとか、デジタル書籍が普及しているの で紙の本を持つっていうことが少なくなってきてますね。本っていうのは一度読んだら見直してもう一回読むっていうのはほとんどないと思うんですよ。なので一度読んで、まあ、1年とか2年とかもう見てないなっていう本は全て処分の対象でいいんじゃないかなと思います。で、今ブックオフとか本のリサイクルをしてくださるところっていうのたくさんあると思うので、宅急便の人が取りに来て引き取ってくれるっていう便利なサービスがありますので、そういうのをぜひ利用していただいてすっきりするといいかなと思います。2つ目、書類と大きくくくりましたけれども、本当に重要なもので捨てられないものっていうのがあると思うんですよね。なのでそこが分からなくならないためにも日々のその不要な書類の整理っていうのは重要かなと思っています。最近クレジットカードの明細とか、あと通帳もデジタル化されていることが多いので、紙で来るっていうことがなくなりましたよね。通帳をアプリとかに変えてしまうと便利なんですよね。振り込みも全部スマホでできてしまいますし、身軽になっているなと感じます。3つ目、セミナーの資料とか講座の資料。今まで結構いろんな講座とか資格試験の勉強とかいろんなものにトライしてきた方なんですね。テキストだったり資料だったりっていうのがあるんですね。まあ、無理して捨てることはないんですけれども、その内容もやっぱりどんどん新しいものにアップデートされてっているわけなんですよね。ちょっと参加したセミナーのこう紙の資料とか、それ以来見てないっていうものがあったらどんどん処分していくべきではないかなと思います。どんどん溜まってってわけわかんなくなって、それを探すことすらできないみたいな風になっていってしまうので。4つ目、写真、手紙。写真も最近はあまりプリントアウトしなくなってると思うんですよね。で、あとお手紙、年賀状はやはりちょっと捨てにくいものの一つかなと思うんですけど、本当に自分が取っておきたいと思うものだけに厳選して、あとは処分するのがいいかなと思います。5つ目、名刺、ショップカード。最近便利なアプリがあって、こう名刺を読み込んでくれるようなアプリとか、アプリ上で名刺の交換をするみたいなのも今たくさんあると思うんですよね。なのでそういう方向にシフトしていくんじゃないかなと思います。名刺を交換するっていうシチュエーションが結構あるので、紙の名刺はもちろん持っているんですけれども、なくてもなんとかなるなっていつも思っていて、その名刺の情報ではなくって LINE だったりっていう、そこで仕事のやり取りをが進んでいくことになるので、チャットワークとかいろいろあると思うんですよね。もうメールすらも最近なくなりつつあるというか、名刺っていうものが必要なくなってきてるなって感じる今日この頃です。
ショップカードを見てどこかに行くってことはほぼなくって、お店の情報とかもスマホで調べればすぐ出てくるので、全捨てでもいいかなと思ってます。今日のまとめです。今日お伝えしたいポイント5つありました。紙系の断捨離、1つ目、本類、2つ目、書類、3つ目、講座セミナーの資料テキスト、4つ目、写真お手紙、5つ目、名刺ショップカード。この5点、本当にすっきりします。ポイントは、紙系のものは電子化して思い切って処分、クレジットカードの明細を電子化するとか、通帳をウェブ通帳にするとか、そんなところから始めてみてはいかがでしょうか。もうやってる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、おまけ、ベッドの下にこう引き出しみたいな収納を使っていたんですね。会社の決算の書類とかをそこに入れたりしてたんですね。ベッドの下にそういう書類系のものを入れるっていうのは本当に良くないよって言われたんですね。そうするともう頭が休まらないっていう風に言われたんですね。でそれを機にベッド下収納をまず処分しまして、ベッドの下の掃除がめちゃしやすいっていうのもありまして、本当に良かったなと思っていますので、おまけで付け加えさせていただきます。お家の中の紙見直してみて、すっきりしたお家にして中から綺麗になりましょうね。今日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。